本放送ゴッドアップルアッコのいい加減に旋回。はい、ということで今週もお別れの時間になりました。はい、日本放送の皆さん、この後1時からはキャイン天野さんパーソナリティのビルボードジャパンホット100カウントダウンでお楽しみください。はい、なんか今日オープニングでも言いましたけど、また日本放送ちょっと曇ってきて、なんかやっぱりその豪雨っていうか、降ったりやんだりもありますけども、豪雨のところもあるみたいですね。もう局地的ないわゆるゲリラ豪雨が移動してますんで、うん、急にお天気変わりますから、ね、十分にご注意ください。もうなんか梅雨って言ってもなんか台風みたいな雨降るし、かと思えば真夏みたいな暑さだし、極端ですよ、ね、これはもう私もそんな若くないからね、本当にクーラーを今変えて、まあ、扇風機にしたりしてんですけど、今度湿気がすごくて、はい、だからもう古いマンションだからさ、加湿器はせなあかんわ、空気はこう変えなあかんわ、循環させてね。そうそう、だからもう、まあ、若いのっつったってね、いやもう対応の仕方はそれぞれだからね。一応また皆さん人それぞれですから、そうそう、変な陽気ですけれども、体調に皆さん気をつけてね、楽しい週末をお過ごしください。和田アキ子でした。秋山忠でした。じゃあ来週までお元気で、さようなら。